こんばんは、速稼塾の久保です。皆さん大変お待たせしました。ライブ放送を始めます。今日はですね、ずっと前々からお話したように、私のところに、まあ、出産がありましてですね、おかげさまで、私のね、初めての子供が、男の子がね、生まれたということで、これから、名前の方をね、僭越ながら発表させていただきます。まあ、この名前をね、私が発表したところであんまり興味がないよって方は多いと思うんですけども、まあ、それでもね、まあ、久保さんのお子さんだったらこういう名前がいいんじゃないか。実はこういう名前にするんじゃないですかっていうのはね、いろんなメッセージ、メール、それから LINE、動画の方をいただきまして、これは発表会をやった方がいいなと思いましてね。で、私自身の記念にもなりますんで、こうしてですね、このようなかしこまった格好で放送させていただきます。あ、辻本さん、どうもご無沙汰でございます。かずみさんもどうもご覧いただきましてありがとうございます。その他皆さん来ていただいてありがとうございます。それではね、早速始めさせていただきます。最初に申し上げておきますけども、あ、辻本さんどうもどうも。私の息子の名前ですけども、予想された方の中で、当選された方がいます。当選というかね、その通りですって方がいます。いやー参りましたね。よく私のことをね、分析してるなと思います。それではこれから、この額縁にね、書いてますから、額縁に。行々しいでしょ？発表しますね、皆さん。あ、8名の方。あ、山田さんもどうも、恵子さんありがとうございます。山根さんも、またね、一緒に車乗りましょうね。その他皆さん本当ありがとうございます。あ、10名を超えましたんで、それでは発表します。あと、残りの方は YouTube で見てください。それではですね、令和元年にちなんで、付けました。私の初めての息子の名前。令和元年11月11日生まれでございます。こういう名前になります。これです。あ、これは、間違えました。すいません、これはね、令和に言語が変わった時に出したやつですね、これ。これは間違いです。これはすいません、間違いです。令和元年なんで、やっぱり令和にね、ちなんだ名前と思いまして、こういう名前を付けてみたんですけど、皆さんいかがでしょうか。冷ややっこ。これも違いますね。すいません、クールガイになってます。まあ、令和元年なんですけども、これは違います。すいません。今度は本当です。今度は本当です。今度は本当ですね。あ、反転してる。反転してるのはしょうがない。もう反転したまま行きましょう。反転はね、どうやって直すんだったっけな、忘れちゃったな。こうやって直すんだったかな。どれだったかな、どれだったかな。反転がね、直るの忘れちゃったんで、ちょっとすいませんね、反転しないまま行きます。じゃあ次行きますよ。次は本当です。私の名前は鉄郎ですんでね。それから、世界に冠たる名前にしようと思いまして、鉄郎の郎の字を取って、この名前はどうだって世界に通用する。一郎というね、私の初めての子供の名前なんで、一っていうのから、11月11日というのをね、ちなんで、一郎ってのはどうかなと思いましたね。いかがでしょうか、一郎。でもないんですよ。これも違うんですよ。すいません。やっぱりね、私はね、男は辛いよ大好きじゃないですか。男は辛いよで大好きで、日本人らしい名前で、もうズバリ今ね、NHK でもやってますんで、これしかないなと思いまして、これをつけました。当たってる方がいるんじゃないですか、これ。バーンと、久保、虎次郎。これもなかなかいい名前だと思いませんか？あ、ユミさんありがとうございます。誕生しましたよ、ついにおかげさまで。ユミさんの野菜のおかげでございます。というね、虎次郎という名前も考えたんですけども、まあこれも実は違うよということでございますね。それではね、次、どんな名前が来るでしょうか？どんな名前だと思いますか？もうね、ベッドも用意してますからね。やっぱりね、私ね、最近、トランザム買ったじゃないですか。ナイト2000。ナイト2000にちなんで、久保、キラキラネームつけたくってこうしました。ナイト2000。ナイト2000ってこう漢字間違えてますね。ナイト2000。まあ、さすがにこれはないなと思いまして、これもやめました。すいません。気を持たせましたけど、今度は本当です。次はですね、こんな名前にしてみました。やっぱりね、お金を稼がないとダメだ、これからの時代。消費税も上がるし、社会保障費がどんどん下がっていくし、もうね、国際競争力つけるために、この名前じゃないとダメかなと思いまして、こういう風にしてしました。じゃーんと。金儲け。久保、金儲け。これはなかなかね、儲かりそうな名前じゃないですか。あ、リミさんどうも来ていただいてありがとうございます。この、久保金儲けってどうでしょうか。こうやって金儲けっていうね、T シャツありましたよね。堀江貴美さんの。この、久保金儲けはどうかなと思って、あまりにもえげつないんで、これもちょっとやめましてですね。もうちょっとね、もうちょっとそう、戦死しちゃったんですよ。もうちょっといい名前ないかなと思ったんで、あったんですよ、これが。語呂もいいし、あ、これは儲かりそうだなって名前がありました。それはですね、これです。じゃ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 ん。久保、送り人。
これ儲かりそうじゃないですか、これ。クボ送り人、これは、ビリオネア。ね、世界名はビリオネアでございます。まあ、いろいろと遊んできましたけども、あ、今までのは、これ全部ね、冗談ですよ、こういうのは。今度は本当です。あとこれ1枚しかないんで、これ本当ですからね。当たった方がいます。女性の方で、2名、正解がいます。1名の方は、最初からズバッとこれだったんですね。で、バリ島に行ったんですけども、バリ島でもこれでしょうって言われました。そして昨日もこれしか思いつかないっていう風に、ね、言われました。で、もう一名の方、玉木さん、すごいですね、当たりです。そうですね、初めての子供の名前、世界に通用する名前で、世代とか年齢を関わらず通用する名前、しかもですね、男の子らしい、もうキリッとしたね、名前ですよ。日本人と、日本人をもうすごくね、意識させる名前、しかもね、私にぴったりじゃないですか。これ、これしかないですね。これ本物です。これが本物です。今日最後の放送、この1枚、あ、これ見ました？これしかないでしょう。これ、ダン、久保大和、大和ね、もうないですからね。これが本物です。で、これからね、この、日本男児、大和魂を背負いながら、もうね、元気に暮らしていってほしいなと思います。あ、リミさんありがとうございます。ひろこさん、やられましたね、ひろこさん。ひろこさんは最初からね、一回もうブレずにこれでしたね。ずーっと。あ、けいこさんどうもありがとうございます。この大和って名前はね、まあ、アニメの大和でもあるんですけども、そればかりではなくてね、あ、皆さんね、大和くん呼んでくださってありがとうございます。やっぱりね、大きな和、平和ですね。もうこの世の中、もうアメリカファーストもあれば、なんとかファーストもあればね、都民ファーストとかありますけども、確かにね、自分のところをしっかりと守るっていうのも大事なことなんですけども、全体を、この和のようにね、大きな和で包んでいただきたいなと、平和な和になってほしいなという気持ちでございます。あ、松本さんどうもありがとうございます。いい名前じゃないですか、これ。ねえ、あ、山本くん、かっこいいでしょ？辻本さん。で、こういうね、令和という新しい時代だからこそ、もう一回私は振り返ってですね、この大いなる和ってものをね、平和ってものを見つめ直していきたいなと思いますね。あー、そうなんですか。はぁ、かずみさんもね、はい、じゃあかずみさんの思いもここに込めさせていただいて、久保大和という名前でね、これから、今日から始めさせていただきます。本当にこれはね、ゆかちゃんがね、これ提案してくれて、もう私もね、もうこれしかないなと思いました。あ、きっと小さい頃からこの名前ね、気に入って使ってくれると思いますね。あ、どうも堀さんもありがとうございます。皆さんありがとうございます。かっこいいでしょ。評判いいですね。いや、僕にぴったりじゃないですか、我が家にね。ですね、やっぱりね、大きかったです、子供も。3800g ね、もうすぐ4キロになるんじゃないかということで、ゆかちゃんとも気が合いますね。で、今日もね、一日中いたわけなんですけども、まあ、ちっちゃいね、この赤ちゃんの顔を見ながら、いろいろとね、なんか夢をかぶせるところがあるんですけども、まあ、親の期待が子供の負担になっちゃいけないんで、やっぱり私はね、りしい背中を見せていく、正々堂々と生きていく、そういったところで、感じてもらえるがあればなと思いますよね。あ、どうも、星野さんもありがとうございます。素晴らしい名前。皆さんからね、そんなにね、お褒めいただいて、ほんとすみません。こんなね、冗談やったのが申し訳ないみたいな感じになりましたね。まあ、これもね、あ、ゆかちゃん、そんな大きな子。そう、でっかかったんですよ。うん、ありがとうございます。それでは、これからね、はい、まさに館長ですね。本当にこの、冗談でも何でもなくって、大きな気持ちで、たくさんの人をね、包んであげてほしいなと。そして時にはね、もう47センチ砲みたいな力強さでみんなを守ってほしいなと思います。で、正々堂々と生きてもらいたいというね、大きな思いを込めて付けさせていただきました。皆さんね、いろんな本当にいい名前ばっかり提案してくださって、本当迷いました。最後まで迷いましたけども、最初から決めてました。めちゃくちゃかっこいい名前でしょ。はい、すごい、なんか評判いいですね。やっぱりこれで間違いなかったですね。なんだったんでしょうね、これはね、この送り人っていうのはバカなことをやってしまいました。はい、ゆかちゃんも頑張ってくれたね、ありがとうね。おかげさまで私の人生40までは非常に暗かったんですけども、それからね、ある女性との出会いによって、
まあ私が幼い頃からね、こうありたいなっていう風な人生をどん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 いただけることになりました。本当に幸せでございます。ありがとうございます、サリさん。で、奥さんもおめでとうございます。はい、奥さんというよりもね、もう本当まだまだ可愛い女の子みたいな感じに私は見えるんですけども、でもこれからね、立派なママになっていくと思います。それでね、今回このなんですかね、まあ、結婚生活といいますかね、子供が増えてこう家族ができるわけですけども、やっぱりね、この名前が示す通り、私たちは基本的には一人でやっていかないといけないんですよ。一人で自分の人生に責任を持たないといけないんですけども、やっぱりね、たくさんの人と関わっていく、たくさんの人に支えられていかないといけないかなと思います。ありがとうございます。ねえ、ゆかさんよかったね。こんなにたくさんの方が祝ってくれて、で、メールもね、いっぱい届いて、動画のメッセージもいっぱい届いて、で、マイアミからも、お祝いが届いてね、なんと言いますか、嘘偽り誇張なく言いますけども、日本全国47都道府県、私、この1年半もありまして、速稼塾は2013年から始めました。もともとは、自分が稼ぎたいばっかりで始めたものでしたけども、いつの間にか多くの方を、稼がすこともできましたし、稼ぐ稼がないではなくてね、やっぱり人とのつながりってすごく大事だなと。そして私は速稼塾が、家族だというふうにずっと言ってましたね。速稼塾のテーマって家族です。皆様の、生まれ育った家族もありますけども、こうやってね、精神でつながった家族、インターネットを通じてなんだけども、いつの間にか私たちは本当の家族みたいに今生きてると思うんですよ。そういう意味でもね、ここまでずっと速稼塾を応援してくださって、私もそうですけども、ゆかちゃんのことも応援してくださって、で、私のね、家族の祝福をいただけてね、本当嬉しいなと思いますし、これからね、まあ今まで以上に皆さんに恩返ししていきたいと思います。困った時には波動砲もね、打ちますんで、よろしくお願いします。で、皆さんもね、人間生きてるうちだけです。幸せを噛み締めるのも、もしかしたら辛いこともね、生きてるから感じれると思うんですよ。ですんで、今日という一日とか、いつも言ってますけども、一瞬一瞬をね、正直に積み上げていっていただきたいと思うんですよ。本当の気持ちで正直に言って生きていただきたいと思うんですよ。で、そこにしかもうね、私たちが生きている意味はないんじゃないかなと思うぐらいです。まあ、最近はね、この同じようなことを、NHK から国民を守る党の立花さんも常々、ね、言われてまして、やっぱり名言というかね、演説も感動するんですけども、私たちはね、あまりにも嘘をつきすぎてるんですよ。大人になろうよみたいな言葉で、結局嘘をつけって言われてるんですよね。で、そして職場に行くと、上司に嘘をつき、部下に嘘をつき、社会に嘘をつき、決算書で嘘をつき、架空在庫をでっち上げて、それで良しとしてるのが我々だと思うんですよ。もうね、自分の好きな人生行きましょう。お金のためとか生活費を稼ぐために無理やり働いて、そんな人生でいいのかなと思います。まあ、それからね、やっぱり建前だけでは生きてない部分があると思うんですよ。急にはそうはうまくいかないと思います。でも、せめてね、1センチずつでも1ミリずつでも、本来の自分の人生を取り戻すために、ちょっとね、もがいてみませんか。私も苦しかった時期は長かったですけども、ちょっとしたきっかけでね、こういった幸せをつかめることもできます。で、まあ私の例が皆さんにね、参考になるかどうかわかりませんけども、私が常に感じてきたこと、言ってきたことっていうのは、自分が思ったこととかを誰にも忖度せずに、誰に切られることも、恐れずにですね、正直にこうやって YouTube で発信してきた。その結果が40歳から47歳までの私の人生ですよ。で、皆さんが私、久保哲郎、そして速稼塾っていうものをね、どのように感じたかっていうのが全てです。それは私がね、正直に発信してきた結果が今日というものに結びついて、このヤマトというね、名前にたどり着いたのかなと思いますし、私の生き方が好きな人が私のところに自分の人生を投げ打って、まあ、お嫁さんとしてね、来てくれたんですよね。本当にね、女性の方が自分の人生、大切な人生をね、この一人の男に、どこの馬の骨か分かんないところに飛び込んでくれて、私はね、この人だけはこの身に変えても幸せにしていこうとずっと思ってました。一瞬たりともそれが曇ったことはないですね。そういうふうな気持ちで世の中の男性には生きてもらいたいし、女性もそういう男性をね、選んでほしいなと思います。で、まあ、ここからはね、また説教じみた話になってきて、つまんないんですけども、なんて言いますかね、やっぱり一人の人をしっかりと、この腕にね、守れない人には、もう何もできないと思いますよ。まあ、私もね、あんまり女性関係が綺麗じゃなかった時期が結構あるんで、今更こんなこと言ってね、もしかして怒られるかもしれませんけども、だからこそ私、深く反省して思いますけども、
たった一人の人でいいんで、人生のうちにたった一人の人だけ幸せにする、それだけを目標に生きていければもういいんじゃないかなと思うんですよ。たった一人の人でいいんですよ。ね、結婚した方だったら自分の奥さんとか自分のご主人とかね。私がいつも感じてるのは、家族が家族だよって言ってるのはね、何たわごとでも何でもなくってね、家庭の中で人が疲れてるんですよね。なんか、旦那さんは奥さんに対してものすごく恐れをなしていたりとかね、奥さんは旦那さんにものすごく遠慮したりとかして、家族ってものがなぜかいつの間にかね、癒しの場になってないんですよ。家族に帰るとストレスが溜まっちゃうんですよね。そんなんでいいのかなと思ってるんですよ。で、私は一日たりとも家族が負担だと思ったことはないですし、もっともっとね、もうどっちかって言ったらめんどくさいことが喜びみたいなね、そんな領域でもあるんですよ。まあ特にめんどくさいと感じたことはないんですけどね。まあこういうふうな私の発信に対して、一人の女性が自分の人生を私に捧げてくれてね、で私もその女性に自分の人生を捧げて、その間に、一人の生命がね、私たちを両親として選んでくれたっていうところが、まあ出産に対する私のね、感動したよってことを具体的に説明するとそういう思いなんですよね。まあそしてですね、まあこういう人のつながりっていうのは横でつながることもありますけども、やっぱり縦でつながることね、縦でつながることっていうのは結構難しくって、まあ私が生まれたのも当然両親が、まあどっかで恋をしてね、出会って、お互いを信じ合ってここまでやってきてくれたおかげだと思いますし、で私もね、そういった背中を見ながらここまでやってきたのかなというところもあります。こんな夜中に誰が来るんでしょうね。でも迷惑ですね、こんな夜中に人が来てしまうと。いいとこだったんですけどね。これはどういうことなんでしょうか。まあ出ないときましょうか。この世の中にね、人が来るって非常識にも程がありますんで、普段人は来ないんですよ。もう台無しになってしまった。でも本当、あやさんもありがとうね。ネハンさんもこのピンポンは私出ませんので、今感動的なライブをやってるところですから、どこまで話しましたっけ、なんかもう本当に台無しになったような感じがしますね。あ、でももう一回言いますけども、このヤマトくんね、ヤマトくんって名前に決まりました。で、私はゆかちゃんね、奥さんのこと大好きで、でゆかちゃんもきっと私のこと大好きだと思います。で、皆さんにね、もし私が口はばったく言うことがあるとすれば、まあ正直に生きていきましょうと。すぐに正直になれなくても、なるべく正直に生きていこうという気持ちだけはね、失わないように。そう、祝福のチャイムですね。さすがね、星野さんね。神様のベルですね、これはね。はい。インターホンも慣れすぎなんですけども、うちのインターホンを押すとね、5回になるんですよ。困ったもんでしょ。1回押すと5回になるみたいなね。はい。そんな形で、今日の命名式をいただきました。両親ありがとうですね、ほんとね。そして、その両親も、その両親につながる多くの人との関わりの中でできてます。西和倉村の人たちも、1500名ぐらいしかいないですけども、ものすごくあったかく結びついている、本当にね、精神の家族なんじゃないかなと思いますよね。私の息子、大和くん。大和くん、これからね、何十年かわかりませんけども、大和との付き合いがこれから始まっていくということでございます。皆様の前にも、多分ね、これを、お連れすることがあると思いますんで、その時は、あの時のライブの大和くんだねと思ってくださいね。あやさは頼むよ、弟ができたようなもんですからね。よろしくお願いします。それでは本日のライブ放送は以上です。皆様の胸にも幸せな思いがありますように。では失礼します。ありがとうございます。